普通の人は取らない資格の取得が個人的にいいと思ってます。 IT スキルっていうのはコミュニケーション能力と技術の部分、この2つが大事になってきます。どっちかが欠けちゃうと特定領域でしか活躍できない人材になってしまうので、両軸でキャッチアップしていくと良いのかなと思います。西田健と申します。株式会社テクニケーションという SS 企業を経営していまして、今ちょうど6期目になって社員数が308名と順調に推移しておりまして、語れるところあるかなと思ってますのでよろしくお願いします。中学の頃に PC を買い与えられて、ホームページとかを作ったりとかするのが流行っていて、これ HTML とか CSS っていうのをまあ知りましたっていうのがきっかけですね。27歳の頃に入社しまして、プログラマー職に就きたくて応募したんですけれども、もともと別の会社を経営してたって経験があって、中古の家具とか家電とかを買い取ってきてインターネットで販売するっていうリユース業っていうのをやってまして、在庫を抱えるビジネスモデルなんですね。在庫をこう保管しておくだけでもお金がかかってしまうのがあの課題としてありまして、IT エンジニアは PC があれば作業が進められるということで、少ないコストとリスクで始められる職種だと思っているんですね。ホームページを作ったりとかっていうのがあって、ある程度どういう風な感じでこうウェブが動いてるかっていう、まあ、前提知識があったので、当時は入った後いろいろ教えてくれるのかなみたいな軽い気持ちで応募して、営業の方が向いてるんじゃないかみたいな打診を受けまして、初めての就職だし何でもやりますみたいな感じだったので、営業職としてキャリアをスタートすることになりました。その会社はすごいいい会社だと思ってたんですけれども、 SS 企業ってお客さんになるべく高く請求してエンジニアの給与を低くすることによって利ざやが増えるんですよね。営業としてコミットしていかなくちゃいけないっていうのがあって、エンジニアの方に対して明確にどうすれば給料が上がるよっていうふうに言ってあげられなかったっていうジレンマがありました。私ももともとその会社に入社したきっかけの一つとしては、求人票に年収これぐらいまで狙いますっていうのが書いてあって、いつか達成できるんじゃないかと思って入社したんですけれども、明確に何をどうすれば年収がどうなるかっていうふうなご説明がなかったので、このまま頑張ることによってリターンを得ることができるかっていうところに対して不安を覚えましたと。もともと経営の経験があったっていうのと、セールスの仕組みをうまく活用することによって解決することができるんじゃないかと思って今の会社ができたっていうようなところです。退職するにあたって当然ありがたいことに引き止めいただけまして、これぐらいの待遇で残ってほしいというふうにいただけたんですけれども、まあ、その頃には自分の中でこう課題意識みたいなのを解決したいというような思いがあったので、きっぱりとスイッチして新しく始めるんじゃんっていうような気持ちだったので、そのまま突き進むことになりました。もともとホームページ作ってたので自分でもなんとかなるだろうなんて思ってたんですけれども、実際 IT ってすごい広い学問で、私がやってたのってユーザーから見た画面側の表面上のところだけだったんですよね。実際にはサーバーサイドでどういうふうな処理が走っているかってところ分かってなかったので、ここの理解を深めていくっていうのは時間がかかりました。エンジニアと会話が成立できるようなところまで持っていかなくてはいけない意識は前の会社にいた時から持ってましたので、前職は100人ぐらいエンジニアがいまして、開発を進めていくにあたってどんなふうな流れで進めていくのかっていうのを聞いてました。いろんな人の現場ではこういうふうに業務を進めてるんだなっていうところを聞いて解像度を深めていくみたいな、そんなことをしてました。業務時間外でもしっかりと学習に時間も割きましたし、早くキャッチアップができて、結果的に今業務で耐える程度のこう知識っていうのは蓄えることができたんじゃないかなって思う。SES 事業ですので、各クライアントが抱えている課題を弊社のエンジニアのリソースを貸しして解決しますよというようなビジネスモデルです。その中における私の役割としては、弊社なので意思決定するというのが一番の仕事なのかなと思ってます。イレギュラーが発生した場合で、これまでの前例がない時に私が判断をして、あとは対応をお願いすると。私もどっちかというと手を動かすのが好きなので、営業やったりだとか対応面接を確実に参加するようにしてまして、新しく入ってくる方に対してその接点を持って、その人がどんな課題を持っているか、今の弊社の仕組みでその課題を解決できるかどうかという観点でお話しさせていただいてということをやってます。未然に起きて学びに行く人ですよね。過去はそれなりにある人なんじゃないかなと思います。ただスクールに行ったから確実に採用してもらえるってなっちゃうと違和感が出ちゃうんですけど、通うことによって実務に携わった後のきつさが変わるっていうような意識で通っている人はすごいいいなって個人的に思います。スクールに通うメリットって明確に一つあると思ってまして、就職できたとしてベースの知識を事前に抑えておくことによって、実際に実務に携わった時のきつさってだいぶ変わると思うんですよ。実際に実務でやってみたらプログラマー書くということに対して興味を持てない可能性もあると思うんですよ。であればまずスクールに通うなりして合ってるかどうかっていうのを確かに
かめることもできますし、業務に携わった時にスムーズに立ち上がれる可能性があると思うので、すごい有効なのかなって個人的に思ってます。やるやつはやる、やらないやつはやらないです。私が今の会社でやってることって、こうすればこうなるよっていうのを明確に本人に伝えて、であとはもうその本人がやってくれるかどうかなんですよね。私は個人的に YouTube のチャンネルで Java のゴールド有効ですよっていう風に発信をしたら、23歳の若手の男性2人が取ってきましたって連絡くれたんですよ。基本的には未経験者ってあんま採用しないんですけど、採用しちゃったんですけど、 Java の経験があるエンジニアがフォローするって前提で案件に入れたので、 Java の開発経験を積むことができるようになったっていうのがあるので、私の目線でこうすればこうなるっていうのを伝えた時に、それをやってくれる人であればうまくいく、伝えてもやらない人も多分いると思うんですよ。なのでやる側になったらって個人的に思ってるっていうところですかね。IT スキルっていうのは手段です。手作業でやってる業務を自動化したいとかっていうのが目的になってきて、それを果たすための手段が IT スキルになってくると思ってます。 IT スキルっていうのはコミュニケーション能力と技術の部分、この2つが大事になってきます。どっちかが欠けちゃうと特定領域でしか活躍できない人材になってしまうので、両軸でキャッチアップしていくと良いのかなって思います。予測を立てるのは不可能だと思ってます。新しく台頭してきた技術を活用することによってどういうことができるのか、世の中のニーズに合わせて自分が対応できることをこう増やしていくっていうのが大事なのかなって思います。まあ、ずっとキャッチアップできる人であればずっとこの世の中でこう通用する人材になると思います。もうただそれだけなので全然悲観することないかなと思ってます。普通の人は取らない資格の取得が個人的にいいと思ってます。開発であれば Java のゴールド、インフラであれば CCNP とか LPIC レベル2、3っていうのがおすすめです。一番初級になる資格っていうのは新入社員が研修の段階で取ったりとかするんですよね。後から始めるってことは不利な状況なので、ここはしっかりと認識した上でそれをどうカバーするかっていうのを考えていく必要があるので、大変だと思うんですけど、中くらいないしは最上級の資格を狙うのがいいと思います。1回取ればもう一生使えるので、3ヶ月間とかかかっちゃうと思うんですけど、それで IT の世界に飛び込める片道切符が手に入ると思えば安いものだと思うので、ぜひチャレンジしてほしいです。自分の人生の目標を考えるといいと思います。 IT エンジニアになるとどうなるかっていうと、他の業種と比較した時に年収が高かったりだとか、リモートワークがしやすいとか、ワークライフバランスを保ちやすいっていう性質があるので、それを魅力だと思って獲得するために頑張ろうとか、モチベーションに変えることができれば具体的なアクションに進めることができる可能性が上がると思うんですよね。なんで動けないかっていうと、行動した後にどうなるかっていうのが分からないから頑張れないんだと思います。実際にはどうすればどうなるかっていう因果ってもう明確なので、現役でエンジニアとして活躍している方に聞くでもいいですし、侍さんにお世話になるっていうのも一つだと思いますし、私のように会社経営をしている人とかに聞くのも一つだと思いますし、本当にいろんな選択肢あると思うので、いろんな情報収集していく中で、これだったら頑張れそうだなってなった時に頑張ればいいと思いますし、無理にというよりかは人生どういうことを果たしたいのかというところから考えていくといいのかなと思います。